事だ。仕事しろよ、仕事。仕事だろ。大都会東京、この街のどこかでは毎日のように様々な事件、謎、怪奇現象、犯罪が起きている。いつの間にか東京はすっかり危険な街へと姿を変えてしまった。そんな今、この街の平和を守るべく3人の刑事が立ち上がった。デブで汗っかき、デカ長こと伊集院光。なぜか水着、巨乳デカこと川村光。下働き、エンギーデカこと奥君。この3人が様々な事件に立ち向かう。出動、ゲーマーデカ。おい、お前のニックネーム変えるから。あのお前ね、チンカスいいだろお前、チンカス、チンカス事件だなんてお前呼ばれてんだから、なわってんなお前。いいな。はい、へそ曲がり署です。え、表参道に謎の生物を見かけた。名前はシーマン。見たことも聞いたこともない名前ですが、ワシントン条約に違反している。わかりました、すぐ駆けつけます。急にあいつ今日からチンカスねボス、それどころじゃありません、事件です。ん、表参道にワシントン条約に違反する生物がいるんですが。それ事件じゃないか。おい、チンカス、巨乳、今すぐ出動だ。はい。まずは任天堂64から。今話題のスターウォーズエピソード1のレースシーンがゲームになった。舞台は映画に登場する惑星をリアルに再現。稼いだ賞金でパーツをゲットすれば自分だけのオリジナルマシンが作れるぞ。続いてゲームボーイ、ドラえもんやのび太などおなじみのキャラを誘導してゴールを目指すアクションゲーム。エレベーターやジャンプ台をうまく操作して通り道を作り、迷宮に囚われた静香ちゃんを救い出せ。パーツを組み合わせて作るロボット、メダロットを成長させていく人気 RPG の続編。通信ケーブルを使えばパーツの交換はもちろん、前作で育て上げたメダロットを登場させることもできるぞ。この番組はアスキー、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。64エピソード1、フォトレースがゲームになった。映画さながらのスピードと迫力、ゲームならではの多彩なコース設計、フォトレーサーの性能もアップできる。映画の衝撃をそのままに、任天堂64スターウォーズエピソード1レーサー。僕の名前を知ってるかい。はい、一緒にプロに行こうな。おお、すげえピッチャーにやってやる、使ってやるからな。え、球団社長は君だ、プロ野球チームを作ろう。ジュインキャス。1999年7の月、言葉を話すという魚がやってきた。本当にいんのかよ。あ、いた。お前、声かけてみろよ。シーマン、やべ、こっち来た。け、人間。ジュインキャス。巨乳。はい。確かに通報があったのここだ。ここでございます。巨乳。はい。なんだこれ、ハブシュか。なんだこれ一体。これは白身の水煮。白身の水煮。ええ、白身魚。ええ、おお、ちょっと、え、なんだこれは。なんか酸っぱそうな感じですね。酸っぱそうな感じはどこか。なんかお前の印象はこれ酸っぱそうなのか。そうな感じです。動くな。へそ曲がり署だ。この家で得体の知れない生物を飼っているらしい。どうもそれがこうワシントン条約違反の可能性があるんだ。そんなことありません。
てか、この音は。なんだ、あ、これはあれじゃないかの、噂の。もしや金面魚、話しかけるとなんか喋るという噂のやつじゃねえか。よし、ちょっと喋りかけてみるぞ。こんにちは。こんにちは。元気？ぼちぼちでんな。俺と会ってどう思う、俺のこと。でかいね。でかいでかいって聞いてたけど、でかいね。ちょっと巨乳話しかけてくれ。最近どう？ぼちぼちやね。私生活の方。まあぼちぼちやね。俺シーマン。なあなあ、お前喋っちゃダメだって。なんかメカとか使ってする。何やってるおっくん。ダメじゃん。こいつの性能を見に来たわけだから、お前が喋っちゃダメじゃん。痛い。ダメじゃん。な、話聞かせてもらうから。これ変だし、見たことない芝居だね。うん、よろしく頼むよ。今週は何が飛び出すか。浜さん光るのちょっといい話。いいゲームなんだね、UFO、これがね。本当にハマってるみたいですね。3日で24時間やってるからね。胸もう寝てないですから、全く。今週は新事実が発見された 64DT のお話です。あ、 DD っていうのは、うん、まず一番に押さえておきたいのは、うん、普通の販売方法じゃちょっとないですよね。 DD の特徴をちょっと説明しますとですね、うん、まずゲームが遊びます。ゲームだけじゃないんですよ今回。情報システムのネットワークがありましてですね、うん、競馬とかですね、野球とか F1、うん、そういった情報が瞬時に読み取ることができたりですね、送られてくる。これでもネットワークとしてはよくある話ですよね。はい。それをですね、エンターテインメント性たっぷりにですね、リアルタイムにモニター上再現することができるんですよ。例えば結果を知りたいとなると、ダビスタリオンのような画面があって、うん、あれの画面で競馬の実況中継のを見ることができたりするんですよね。ほー。お金がかかるかからないまだ決まってないんですけども、うんうん、それでなんぼというふうな形になる可能性があるんですよ。情報課金ということになってくると、うん、単純にお店で帰ってきて接続じゃできないじゃないですか。誰があのその機械を持ってて、そう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 、どこの銀行口座から振り込んでくれるとかっていうのが分かんないとダメですもんね。で、登録制っていうことで、うん、販売法が今までとちょっと違うかもしれないということになってるんですよ。あの、楽しそうだったのはマリオアーティストとかで自分がこう、ね、あの絵を描くじゃないですか、ね、それを今度上げられるっていうのかな、ネットワークでみんなで見ましょうよっていうのができるって、あ、それはちょっと新しい試みだなと思って。あの手のものって今まで作ったら、まあ、あのソフトウェアコンテストに出すほどのものはもちろん出せばいいし、そうじゃないけどちょこっとしたものっていうのは本当に近所の友達に見せるぐらいしかないじゃないですか、はい、あれがなんか人にすごく多くあの、そうそう、見せられる、やらせられるっていうのはちょっと楽しそうですね。人に見せられるっていうので面白いのはね、うん、例えばね、対戦ゲームをみんなに見せられるんですよ。え、どういう意味それは。例えばですね、格闘ゲームの試合をやりますと、うん、で見たい人は100円ください、うんうんうん、って言って、例えばまあ何万人が見に来ますよね、うん、みんなでアクセス、その対戦プレーを見ることができるんですよ、プロの。で、その上がったお金の半分をタイトル料として勝った方にあげるというですね、ボクシングの試合のような、そういうことができるようになるんですよ。上手な人のゲームは面白いですよね、実際ね。ネットのサービスということを考えるともっと広がりがあるんですね。ドリームキャスト、うん、構造的に言うと、あの DDX のネットワークに接続することは可能なんですよ。まあ、あとはそのライセンスの問題とか会社同士の話し合いとかあるんでしょうけど、機能的にはそれはできるようになって、うん、ええ、少なくとも何かの情報を上げといてそれをみんなが検索するっていう形だったら十分できる、うん、うわ、なんかただのすごいディスクシステムだと思ってたの俺は。うん、それはね、ネットワークサービスって実はすごい可能性を秘めてるというね。どんなゲームが出てくるんだろう。ゼルダとかがどうなるかでしょうね。そうですね、あ、それからマザーがどうなるかとか、うん、また取材行ってきます。私も知らない程度に UFO をやります。UFO 本当に面白い。ゲームやりすぎて芸能人一人死ぬとね、ゲーム業界的に世間体がすごく悪いんですよ。ゲーム、そうだよね。あ、やっぱりね。あれ、俺の体が心配なわけじゃないの。いや、僕の今の立場としてはゲームという産業を守られる立場ですから。ああ、死なら他の理由で勝手に死ねってこと。交通事故とか。ああ、それセーフだった。よかったね。これ何なの、これ一体。これはシーマンと言いますけど、ええ、うん、なんか昔からの動物なので、うん、うん、ちょっと生意気で結構失礼なやつ、うん、これ人間みたいな顔してるか魚なの、これ。
魚です。もちろん魚。いやでもちょっと人っぽい顔もしてるんで、ね、こいつともちょっと事情聴取したいんだけども。ゲーマーデカが取り調べを行う一つ目のソフトは7月29日発売になるシーマン禁断のペット。卵から孵化させたシーマンを成長させていくことが目的の育成シミュレーションゲーム。最大の特徴は何といってもシーマンとの会話が楽しめる音声認識システム。お前男女どっち。男。男か。はいはい。なんだつまんねえ。お前魚のくせ食っちゃうぞ。だいたいすごい上手にコミュニケーション取れるまで買ってきてスイッチ入れてからどれぐらいできるの。まあまずベイビーだから最初は喋れないけど、うんまあ、こんなぐらいの大人になるまで、まあ、4日間ぐらいかかる。うわなんか楽しい。ちゃんと形も卵から変わっていくの。そうです、はい、でだんだん大きくなる。でさらにこれからもっともっと進化していく。でもっともっと頭良くなる。お前とは何年。羊。なんか言ってくださいよ。行くぞ。羊年。イノシシか。だからよ。悔しいなお前な。好き嫌いはっきりしてるだろお前。いや干支では分かんないだろお前。干支ではそれお前干支の同じ干支の人いっぱいだろお前そんな。悪いんだけどね、いろいろやってみてすごいゲーム面白いんだけれども、うん、せっかく来たんだからやっぱ逮捕するわ。あじゃあすごい逮捕。あワシントン条約よ。逮捕確定。あ時間は、25分9分、はい、逮捕します。おい連れてけ。よし巨乳、はい、進化する。連れてけ、はい、遊んでじゃねえんだよ。それ撃つぞ。早く、はい、早く、はい、早く、はい、すいません、はい、俺ボス早く、俺ボス。破滅だ。今回は大人気オーガバトル64を徹底攻略。そしてスターウォーズエピソード1がプレイステーションに登場。さらに聖剣伝説レジェンドのマナを大攻略。泣くたゲームが瞬間ファミツー。ファミツーウェーブ最新作バイオハザード3の映像をついに公開。さらに豪華体験版を一挙7本収録。ファミツーウェーブ9月号7月30日発売。ソウルキャリバー体験版付き増刊号7月23日発売。64エピソード1、ポッドレースがゲームになった。映画さながらのスピードと迫力、ゲームならではの多彩なコース設計、ポッドレーサーの性能もアップできる。映画の衝撃をそのままに。任天堂64スターウォーズエピソード1レーサー。乾杯。いやー巨乳に鎮火す、はい、我々の活躍でゲームの世界にもまた平和が戻ったな。そうだよ。はい、へそ曲がり署です。はい、また事件。コナミから発売になる野球ゲーム実況パワフルプロ野球99開幕版、訴えたのはタレントの伊集院光さんの奥さん。どうしてもらったゲームに夢中になる。ソファーで寝っぱなし。夫婦間の会話も全くない。かしこまりました。すぐ現場に向かいます。ボス、事件です。あの夫婦がピンチなようだな。はい、パワフルプロ野球。パワフルプロ野球。パワフルプロ野球出動だ。はい、ゲーム業界最新のトピックス、ファミスニュースエクスプレス。やっちゃうぞバカ野郎。おい、プロレスラー小島さとしがファミ通編集部に乱入。しかも編集部員を相手に大暴れ。果たして一体何が。そう、実はこれ小島さんも登場する新日本プロレスリング闘魂烈戦4の発売記念キャンペーンだったんです。闘魂烈戦1と2と3でもうやったことあるんですけども、比べ物にならないぐらいすごい、顔がすごいリアルで、もう
面白かったですね。自分の好きな技であるラリアットをね、はい、ガンガン使ってチャンピオンになって、まあ、喜んでもらえたら、はい、いいなと思います。次世代プレイステーションはすごいんです。その事実をまざまざと見せつけたのがこのほど光栄が発表した次世代プレステ用シミュレーションソフト、その名も決戦。関ヶ原の合戦から始まる武将たちの戦いを描いたリアルな 3D 映像はまさに見る者を戦国の世に誘う大迫力。先日行われたこのソフトの発表会では実際の映像を使ってさまざまな説明が行われました。次世代プレイステーション非常に高いパフォーマンスを持っております。皆さんこんにちは、渋沢剛です。今回次世代プレイステーション用の新作決戦を発表いたしました。とにかく面白い合戦ゲームを作りますので皆さんどうぞご期待ください。続いてはバンプレストの新作ソフト情報。イエーチ、スーパーロボット対戦がついに任天堂ロピオンに登場。今回は新たにキャラが増えたのはもちろん、なんとストーリーも完全な新作。しかも複数のロボットが敵に合体攻撃を仕掛けることができるなど64ならではの新システムも満載だぞ。にー、それだけではない。 64GP パックを使えば別売りのゲームボーイソフトとデータをやり取りすることもできるのだ。こちらではスパロボの戦闘システムが楽しめるほか、ケーブルを使えば友達とキャラをトレードすることもできるのだ。スパロボと並ぶ人気のシミュレーション RPG 魔装鬼神のシリーズも11月にリリース予定。システムとともにメカニックキャラクターも一新。しかもなんとゲームの一部にはアニメーションムービーが使われるとのこと。これはもう待ちきれないぞ。だー、警察だ、警察だ。この中にパワフルプロ野球99開幕版担当の者いるか。出てこないようなら発砲するぞ。左から一人ずつ行くぞ。ただ卑怯なやつだなお前。あ、すいません、お騒がせしました。こういうもんなんですけれども、あのお宅のですね、実況パワフルプロ野球99開幕版プレイステーション用、はい、これのせいでですね、あるタレントさんのご夫婦が養子縁組解消こういう大ピンチに陥っていて、それがですねどうもこう迷惑防止条例に引っかかるんじゃないかということで、はい、今日はまあまあ明日発売で、発売前なんですけれどもソフトの方をちょっと操作させていただきたいんですけども、令状あるな、令状、令状も出てるんで。あ、わかりました。はい、今度99開幕版プレステってことでね、うん、もっと面白くなっちゃったりしてるとね、これやっぱ警察の方も黙ってらんないんだよね。一体どうなってんの今度新しいシステムは。あ、そうです、まあ、いっぱいあるんですけども、特に、まあ、人気のサクセスモードなんていうのもかなり変わってるんで、ちょっと遊んでみます。サクセスモードね。本格的な取り調べがスタート。実況パワフルプロ野球。今回気になるサクセスモードは社会人野球を採用。でこのロード中なんですけど、これも遊べるんですよ、ミニゲームが。あ、今ちょっと終わっちゃったんです。あのボール投げてるやつも打てるんですよ。すぐ短い間にロード中待ってるの。そうです、そうです。じゃあ楽しいの。そうです。え、 CD ロボだから待ってる間が大切かなと思ったらそういうのもできるようになってるの。できます。あの、あ、そう。えそら罪重いわじゃあロード中も遊んであげられないってこと、妻とは。そうです、そうです。あ、そう。それではパワプロ99開幕版の主な特徴を紹介。まずはゲームを始めるときに、野手なら打撃フォームを、投手なら投球フォームをそれぞれ自由に選べるシステム。おまけに投手は成長タイプまで指定できるから自分なりのキャラの育成も思いのまま。そして今回社会人編ということで、毎月会社からお金が支払われる給料制を採用。大会での優勝を目指し野球に打ち込みながら一生懸命仕事もすれば給料がアップ。昇進も夢じゃない。果たして君は会社で頑張りながら夢のプロ野球チームに入団することができるのか。いや、今まではキャプテンが全員に指示してたけれども、はい、例えば係長になれば平社員を指示できて、はい、部長になれば係長と平社員を見たことができるの。やっぱ面白いじゃんおい。さらに新しいパワプロ99開幕版がすごいのは、好きな時にアイテムショップへ出かけていろいろなアイテムが買えること。アイテムが増えれば練習後の取得ポイントが多くなったり、特定の能力を上げることもできるのだ。
その上当主の育て方も前作から大きく変更。野手と同じように練習で獲得したポイントを球速、コントロール、スタミナ、変化球などに振り分けて好みの投手を育てていこう。まだまだすごいぞ。主人公を任意の場所に行かせる機能もプラス。ゲームを進めていくことでマップ上のクエスチョンマークの地点へも移動ができるようになるのだ。もちろんイベントも盛りだくさん。そのどれもが主人公の能力に影響を与えたり、主人公に対する監督や部員の評価に反映したりと、すごく重要なものばかり。ほとんどが突然発生するから、全部見たい人は根気よく繰り返しプレイしよう。いろいろあなたの会社側の言い分は分かったんですけれども、あの我々のもうちょっと綿密に操作をしなきゃならないんで、決して私が発売前のゲームがやりたいわけではないんですよ。これは操作なんで、あの操作として、操作として、カセカセって、それ何ですか、カセって。部長は社長室に入ってた。社員の様子はどうかね。新入社員の矢部は垂れ寄りなさそうです。同じく新入社員のコナミは少し抜けているようです。あ、今ちょっとあの評価悪いんで、あのちゃんと仕事とかをしてあげないとまずいですね。なるほど、会社と野球のバランスをきちんと取らなきゃいけないんだな。お金の使いすぎには気をつけろよ。デカ、はい、デカ、何ですか、デカ。汗をかきながら、はいはい、一生懸命ゲームをやってるんですか。はい、やってますよ。ゲームやってる。あ、違う違う、そういう方じゃなくて、違う違う違う、ゲームがあまりに面白すぎると社会的に、こう迷惑防止条例に引っかかるかもしれないので、どれぐらい面白いかを今操作してる。操作ですよね。操作ですよ。操作ですよ、ね、操作ですよ。その汗は操作の汗ですよね。ゲームに真剣になって遊んでる汗じゃない。違いますよ。これはいわゆる、これ汗じゃないですから。それはあのベテラン刑事が必ず出す操作汁っていう汁なんです。あの本気になって操作してると必ず出る汁なんで、頑張れコナミ。やーやーじゃなくて、やーじゃ何が。そんなカメラ回ってない時まで真剣にゲームをやんなくても。だって今ウィザリ君との対決勝ったら全然評価上がるんだぞお前。奥君もう逮捕しましょう。そう、逮捕しろよお前ら。聞かせてやれよそういうの。俺は今もうパワープロやんだからよ。その逮捕とかそれ下っ端がやることなんだよ。失礼します。逮捕させてもらいます。入んねえよ入んねえよ。バカ、落ちだから、落ちだから。ここで入って引っ張ってから入ったことで。奥くん逮捕。やりたかったのに。カミさん、今回は大人気オーナバトル64を徹底攻略。そしてスターウォーズエピソード1がプレイステーションに登場。さらに聖剣伝説レジェンドオブマナーを大攻略。泣くたゲームが瞬間ファミツー。ファミツーウェーブ最新作バイオハザード3の映像をついに公開。さらに豪華体験版を一挙7本収録。ファミツーウェーブ9月号7月30日発売。ソウルキャリバー体験版付き増刊号7月23日発売。ザッピー、今月の表紙はポケットビスケッツ。他にもモーニング娘。ピエロ、ドラゴンアッシュ、ルナシー、ヒステリックブルー、ダパン、サムシングエルス、ベストアップヒットソングブックもついてる。ザッピングシリーズ付き音楽バラエティマガジン、ザッピーメディアファクトリー。この番組は任天堂、本当しろよ仕事、アスキーと仕事だろ、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ごめんね。今週発売のよりすぐりクレームセレクション。続いてはプレイステーションの注目ソフトをご紹介。リモコン感覚で巨大ロボットを操り敵を倒していくアクションゲーム。見事敵を退治すれば報酬をゲットできる。ただしうっかり街を壊すと損害賠償を請求されるから気をつけよう。ロックマンダッシュの悪役キャラトロンが主人公のアクションゲーム。パズルやアドベンチャーなどいろんなタイプのミッションをクリアすれば可愛い子分を育てることもできるのだ。ユニークなキャラたちが障害物だらけのコースを走り回るレースゲーム。塀をよじ登ったり、ポールを掴んでコーナーをターンしたり、コースの特徴を生かした様々なテクニックを使ってゴールを目指すのだ。ポ
下の中に住む犬や猫などのキャラを会話を交わしながら育てていくシミュレーションゲーム。話しかけていろんな言葉を教え込めば、可愛いキャラがどんどん賢くなっていくぞ。ゴールデンアイス。中世ヨーロッパのアーサー王の伝説をモチーフにしたピンボールゲーム。高得点を叩き出し、タイプが違う3種類の台で出される20のミッションを全てクリアしていくのだ。いや、しかし我々3人の活躍でゲームの世界にも平和が戻ったな。ええ、よかったですね、本当に。おい、チンカス、その偉そうな足なんだ。ポツンと打つぞ、お前。この村の竹のりのお風呂のところにでっかい穴開くぞ、お前。この野郎、てめえ、この野郎、お前。はい、へそ回り署です。はい、また事件。わかりました、すぐそちらに向かいます。ボス、また事件です。ゲーム業界に事件が起こる限り俺たちに休めない。出動だ。はい。ゲーム業界に真の平和がやってくるその日まで頑張れ、ゲーマーデカ。次週はドリームキャスト話題のソフトソウルキャリバーを大特集。格闘ゲーム視聴者プレゼントゲットに燃える伊集院、果たしてソウルキャリバーを手に入れることができたのか、お楽しみに。緊急速報、ゲームウェーブ夏休みスペシャル開催決定。気になる内容は期待の新作ソフトを PR すべく美人候補が謎の島に上陸。エントリーするのはご覧の3社。果たして様々な難関を突破し優勝するのはどのメーカーか。そこで優勝メーカー予想を大募集。見事正解した方の中から抽選で100名様に話題の新作ソフトをプレゼント。必要事項を明記して今すぐハガキを送れ。ここでプレゼントのお知らせ。今夜ご紹介した実況パワフルプロ野球99開幕版のソフトと特製テレホンカードをセットにして10名の方にプレゼント。さらに今週もファミ通より攻略本黒い瞳のノア公式パーフェクトガイドとソフトをセットにして3名の方にプレゼントします。そして番組特製クオカードプレゼント。クオカードは松本清ファミリーマートセブンイレブンデニーズの全店と提携のガソリンスタンドでご利用いただけるとても便利なプリペイドカードです。この番組特製クオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ Weather break. 関東地方の今日のお天気です。全般に雨の降るところが多いでしょう。東京は曇り一時雨でしょう。